はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。23日木曜日のですね、15時をちょっと回りました。今日はですね、ここで飲み会やるんですけど、おっさんの飲み仲間がですね、ラグビーの早慶戦に行ってるんですよね。で、言うと言って結果ぐらいはね、見とかんとね、話合わさな感じと思ってですね、今 NHK の教育テレビで放送してるんですけど、見たらですね、24対14かな。で、負けてますね、慶応がね。あかんね。僕らはね、早慶戦で言うと怒られんね。慶応戦やね。慶応戦。そう、ラグビー慶応戦が行われてるんですよ。で、その行った連中がですね、ここにいるんですよね。5時頃に来る、5時頃に来る予定ですね。はい。ほんで、ここでまたおっさん飲み会やるんですけどね。ガヤガヤガヤと。早慶戦。早慶言うたんかね、慶応戦をネタにですね。いや、そんな言うても僕、早稲田大学の講師だしね。いや、でも卒業生ちゃうか。うん。でもお金払いましたよ、早稲田に。そのうちの子供のですね、入学金みたいなの、言ってませんけど、まあ、いくら払ったんやと思っても悔しいってしゃあないけど、前は。行きましょうか。全然ちゃう話でございまして、産経新聞でございまして、これは今日ですね、さっき出た記事で14時43分でございまして、ソウル高裁慰安婦問題で日本政府に賠償命令、一審判決を破棄と。ちょっと読みますね。韓国の元慰安婦や遺族らが日本政府を相手に損害賠償の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、ソウル高裁は23日訴えを却下した一審判決を取り消し、原告側の請求全額を支払うよう日本政府に命じた。2021年4月の一審ソウル中央地裁は、主権国家の行為は他国の裁判所で裁かれないとする主権免除原則を適用し、外国政府への損害請求は訴訟の要件を満たさないと判断していたというこれだけの記事です。これに類する判決はですね、2、3年前に一つ出ました。で、なんか話聞くとですね、何十何百という類する裁判をやってるみたいなんですね。で、これ被告は日本政府でしょう。日本政府に対してですね、被告になって出てこいって、裁判に出てこいって言われても、日本政府は応じていないんですよ。当たり前ですけども、この、主権免除というですね、こう、国際ルールがありましてですね、例えばですね、日本でですね、アメリカが広島に原爆を落としたままですね、あれは戦争犯罪や。で、アメリカ政府に金払えという裁判を日本で起こそうとしても、日本の裁判所は受け付けてくれません。当たり前ですけども、アメリカ政府をですね、被告にするような裁判を日本でやるというのはですね、それはできないことになってるんですよ。主権免除なわけですね。アメリカでやったら受け付けてくれるのかどうかは知りませんけどね。まあまあ、そういうルールがあってですね、本来関係ないわけです。だから日本政府は出て行っていないんでですね、2、3年前の判決はですね、日本政府は出ていかないから、原告の主張通りの判決が出たんですね。で、日本政府にいくらか払えって話だったんです。で、確定してるんですよ、その判決は。で、多分この判決もですね、日本政府側から控訴はしないと思うんですね。だから そもそも裁判も真面目にやってませんしですね、代理人も出していないと思うんですね。だからですね、確定するはずなんですよ、これで。そうするとですね、2つの確定判決があって、日本政府に金払えというふうに、韓国内でですね、こう、まあ、揺るぎなき債権ができてしまうわけですね。で、やったらいいのにと思うんですよ。日本大使館は日本政府でしょ。日本大使館の銀行口座があるはずなんですよ。差し押さえたらいいのに。差し押さえてね、それをね、なんて言いますかね、現金化するのが可能なはずですよ。韓国国内の法律だけを照らしてみたらね。で、日本政府の、ですね、銀行預金を差し押さえてですね、現金化してしまえばですね、日本政府が払ったことになるわけでしょ。そういう無法な国家とですね、日本政府はお付き合いできませんよね。いや、そんな国際ルールやんと。
国際ルールを公然と破る国、とは国交もですね継続することできませんよね、断交したらいいねそれでいや俺ね楽しみにしてたんですよ。いや俺の判決確定したわけですよ。判決が確定するということは債権が確定するっていうこと、要はお金をですねこう取り立てる正式な権利ができたということなんですね。であればですね日本政府の韓国内にある日本政府のですね、資産からですねそれを取り立てることができるんですよ。一番簡単なのは銀行預金であって、韓国の日本大使館や日本領事館はですね必ずウォンの口座を持ってるはずなんですよ。だって韓国人職員に給料払うのはウォンでしょ。あるいはですね日本大使館の電気料金とかですね払うのはウォンでしょ。だから必ず銀行口座あるはずなんですよ。それをですね差し押さえができるはずなんですよ。調べてね、差し押さえしたらいいね、取り立ったらいいね。ほんなら裁判でね、確定判決があるのにね、金取れへんってどういうことなん？おかしいやん、それ。そうでしょ？だから、差し押さえて金を引っ張ったらいいんですよ。そうしたらですね、これはもう厳然たる国際ルール違反、というか、もうありえないぐらいの非常識なんですね。で、そんな国とまともに付き合えへんやん、ということになるでしょ？ふだんあかんわ、断交やわ。国家間の関係できへんわそんな国と、ということになるわけですよ、いやー面白いやんむちゃくちゃ面白いやん何やったかな、徴用工判決ってありましたでしょ、三菱重工に金払えとかっていうのは、あれは三菱重工やですね日本製鉄が法廷に出て行ってですね代理人弁護士を立ててですね争ったんですよ。争った挙句に負けたんですね、日本側が。ほんで、日本側の資産が差し押さえられたんですよ。で、それが現金化、それを現金化するのに、5年間も手続き、ああじゃこうじゃって手続きやってるうちに、ユンさんが大統領になってですね、それは財団が勝手に代わりに払うということにしたわけですね。今はその段階なんですよ。そんな受け取らへんという人とですね、今これから裁判やってるんです。知らんで、どうなるのかこれを、知らんで、ほんまに、みたいな。でとりあえずですね、これもね、この判決もね、お隣さんにとってはね、ものすごいオウンゴールになる可能性があるんですね。今、ユン・ソンニョル政権ですから、彼は非常に現実的なんですね。だから、これをですね、彼らがですね、勝訴した元慰安婦と称する連中がですね、日本政府の資産、簡単には銀行預金を差し押さえようとしてもですね、何やかんや理屈をつけてやらせないはずなんですよ、ユン・ソンニョル政権は。ムン・ジェイン政権の時でさえそれはやらせていないんですよ。この時にですね、この後ですね、ユン・ソンニョルさんの政権はあと3年続きます。で必ずアメリカっていやいや韓国は大統領が一期生なんですね。で必ず大統領選挙して違う人がなるんですけど、どうも今の流れからいけば次はまた左派政権になりそうなの。何やるかわからんで、ほんまにイージェイモンみたいなやつがですね、大統領だったらもう女も国際ルールなんか関係ないですからね、むちゃくちゃやるかもしれません。そしたらですね、韓国内の日本政府のですね、資産が差し押さえられる可能性があるんですよ。ええやん。3年後やん。3年半後という意味かな。いやそうなったらですね、もうこんな国とはねお付き合いできないということに理論上であるんですよ。で逆にねこれをねいつまでもほったらかしといたらね、勝訴せっかく裁判で勝訴して確定してるのになんでお金もらえへんのという状態が今続いてるわけですね。それをいつまでも確定しといたら、それこそあんたら裁判した意味あんのっていうようになりますね。それこそ法治国家なん君らはというようになりますね。だからどっちに転んでもですね、韓国政府にとってはオウンゴールなんですね。でこんな判決を出してるんですよ、もう裁判官アホちゃうかなと思うんですけどまあしかしでね、いやかわいそうな面もあるんですよ。日本みたいに裁判官のこうなんていうか身分安全が確定されていないんですね。で仮にこれね日本勝訴の判決を出したりするとですね、あいつは死にちゃえって裁判官が怒られるんです。いや怒られるだけだったらいいんですよ。時々ですね、あれなんですよ、犯罪者になるんですよ。なんかその手続きでズルしたとかって言って、ムン・ジェインの時にね、パククネ時代に任命された最高裁の判事はね、判決を出さへんかったって言ってですね、罪に問われそうになったんですよ。
結局不起訴かなに終わったんですけども、いやもうむちゃくちゃですよお隣、もうそんなねお隣をね普通 の, あの法治国家やと思ったらあかんねあの法治国家ごっこをやってる国なんですあの子ははい、ということでこのですね産経新聞のアドレスを貼っておきます、確認をされた方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。